さて、今日6月18日はおにぎりの日と言われています。そこで今日ピックアップするのは新潟が誇るコシヒカリの話題です。国内では米離れが指摘される中、ヨーロッパのある国では今おにぎりが人気を集めているといいます。洋菓子店のような白い外観の店に並ぶのはケーキやクッキーではなく、色鮮やかなおにぎりです。この店があるのは日本から遠く離れたフランス・パリ。花の都パリに2021年オープンしたおにぎり専門店おこめです。味を左右する米には佐渡市で育てられたコシヒカリも使われています。生産者の相田忠明さんです。無駄な水を入れないためにはやっぱり田んぼの見回りというのはすごい大事なので、そういった目に見えない仕事というのは非常に大事ですね、はい、佐渡牛の堆肥や佐渡のカキ殻などを使ったこだわりの有機農法で栽培する米は国際水準のグローバルギャップを7年連続で取得。海外への輸出を通じて販路拡大を目指しています。日本人の米離れとやっぱり国土のバランスっていうのは今合ってないのがもう戦後が続いてますから、まあ、今ある田んぼをまあ未来に向けて守っていくためには、まあ、輸出っていうのは大きな一つの方法だな。現在は中国上海に20トン、パリに2トンの米を輸出していて、取引先の一つがパリのおにぎり専門店です。期待を寄せるのが来月開幕するパリオリンピックです。パリは和食を食べることがステータスのように今なってきてるんですよね。世界各国の方たちはオリンピックを通してパリのフレンチではなく日本の食をパリの地で感じてくれるかもしれません。手塩にかけて育てた自慢の米を世界へ。パリオリンピックをきっかけにさらに佐渡の米が注目を集めるかもしれません。